はい、それでは今回は、メルカリのプロフィールと写真とあとタイトルをつけていきます。はい、それではまずですね、メルカリを開いていただきますと、まあ、こういうふうにトップページがまずなるんですけども、こう左上の3本の線の部分を押しますと、こういう画面になります。で、ここの一番上のですね、この画面でいうと、あってなってるところ、このあってなっているところをこうクリックしますと、まあ、こういうような感じになります。で、こういうような感じになりますので、これをですね、この右上の、点が3個あるところをクリックすると、ここにプロフィール編集、プロフィールシェアというのがあります。で、このプロフィール編集というところをクリック、しますと、こちらの、プロフィールの名前ですね。まあ、名前というか、まあ、タイトル、アカウント名ですね。で、この下が、プロフィールを書くところになってます。これを入れていきます。で、この、プロフィールの部分なんですけども、これは、僕がこの前僕が少し前に設定した Google スプレッドシートになっている違うな、はい、でここの説明文というか、まあ、プロフィールの部分はインポートしてもらったところがあると思うんですけども、インポートというかですね、移植ですね、テンプレートを移植したところですね。あの移植したところの一角にこのプロフィールが入っていますので、それをコピペして改造して使っていただくという形になります。それではここから、Google スプレッドシートに移動していきます。Google スプレッドシートですね。で、こう、メルカリというふうに名前を付けたと思うんですけども、実際スマートフォンで見るとこういう感じになります。で、この下にですね、このタブが、ありまして、これを動かすと、まあ、パソコンと同じようにですね、説明文テンプレート、商品管理シートと、こうなっていると思います。そうですね、こっち一番右の方にこう、プロフィールテンプレートというものが入っているはずです。それの、こちらを、全部コピーしていきます。まずこの上をポンとタップですね。タップしてこの右の青になってるこの右の点のところですね。一番この角の右の点のところをこうずっと長押しして下に持っていくと、まあ、こういうふうにコピーができます。これでこの範囲を選択というふうになりましたので、ここ長押しですね。で、ここでコピーをします。で、コピーをしたら、こちらのプロフィールの部分にペーストしますね。はい。そうしますと、あれがまるまるこちらにコピーされて、ペーストされたというような感じになります。で、テンプレートはですね、こういう風になっておりますけども、専門店じゃなくてもですね、例えば、レディース、レディースファッション、レディースファッションのお店とかですね、まあ、レディースアパレルのお店とか、あとは、まあ、レディース小物のお店とか、まあ、それはですね、ある程度、まあ、絞って特化した方がいいというのはありますけども、これはですね、自分が出していく商品によって、変えていってください。で、このところもですね、このちょっと下のところも新品で、大きいサイズありのレディースファッションを中心に販売していますと書いてありますけども、ここの部分もですね、新品でというのは結構大事ですので、カットを間違えましたけども、まあ、この部分をですね、こういうふうに。レディースファッション。まあ、新品が大事ですので、新品のレディースファッションの、レディースファッション。
中心に販売していますと。まあ、そういうような感じになりますね。で、この下にですね、要は、今まで結構オークションやってたから、メルカリも、やってますと。だから安心して取引してくださいというようなことを書いてありますけども、まあ、これはですね、嘘になっちゃうので、まあ、この辺は自分が、まあ、ヤフオクと楽オクとババオクやったことない方はですね、ちょっといろいろ削ってください。こういうふうに。まあ、ヤフオクやったことあるぐらいだったら、あ、全然このまま使っちゃっても、大丈夫だと思います。まあ、経験が豊富なためじゃなくてですね、例えば全くヤフオクとか楽オク、一回だけやったことあるぐらいだったら、まあ、こう経験が豊富なためっていうと嘘になってしまうので、経験が多くあるためとかですね。はい。というような感じで、まあ結構言い方次第な部分があるんですけども、まあこういうふうにしていただくと。まあ、この辺は同じですね。輸入国内日本の路面店であまり並んでない商品、メーカーから直接仕入れることによって、まあ定格を実現してますと。はい。で、ここはですね、オークションでアパレルを扱ったとき、大きいサイズを置いてる店がなかったから、私は出してますというふうに書いてありますけども、ここもですね、大きいサイズじゃない、場合は、大きいサイズじゃなくて、自分好みの服などが置いている店が少なく、なかなかいい服が見つからないという、自分の思いがあり、店が少なく、なかなかいい服が見つからないという、自分の思いもあり、出品をしていますとかですね。まあこんな感じで自分なりにどんどん改造していただきたいなと思います。またオークションなどをで、自分が買っていた時自分好みの服が置いてある店が少なく、なかなかいい服が見つからないという自分の思いもあり、出品をしていますと。で、まあ、この辺を削ってですね、そこで今回、このメルカリで、スマホで気軽にお買い物ができるというコンセプトに共感し、自分が好きな商品を、自分好みですかね、商品を、自分と同じ、センスの人に届けたいという思いで、やらせていただこうと思いました。いいもの安く、いろんなお品元に出品しております、よろしくお願いしますみたいな、まあこういう感じですね。自分なりにこうアレンジしてください。まあ今のは例ですけども、そんな感じでやってみてください。で、あとはですね、こちら の, プロフィール名前の方ですね、これは自分の名前とか入れるというよりは、どんなお店なのかっていうのをこういうふうに入れてください。で、これはここにも書いてありますけど、20文字入れられるんですが、ここにですね、矢印を入れてください。
で、その他あり、その他あり矢印を最後に入れてください。これはなぜかというと、後でお見せしますけども、プロフィールというところはお客様がこう写真を見た時に、目にすぐ止まるところなんですね。で、1個のページからこう来店したというか、こう見つけてきてくれた場合に、ここが見え1回最初に目に止まって、その他もありって書いてあると、他の商品も結構いっぱい出してんだなっていうふうに思っていただけるので、ここをね押していただければ、商品一覧に飛ぶんですね。なので、いっぱい出品してますよ、その他もいっぱい出品してますよっていうアピールをここで、してください。で、その他もあり矢印じゃなくても他の表現方法でも構いません。見ていってくださいねって、この前の方の文言を少なくして、他にもいっぱい出品しますので見ていってくださいっていう風に、書いても大丈夫です。はい、ということで今ですね、ここと、この始めの部分とここが両方とも終わりました。では次はですね、ここの左の写真の部分を押してもらうと、こういう風に選ぶような感じのノリになりますので、ここで、写真をですね、選びます。今回はこれなんかメルカリのやつなんですけども、この写真に関しては、なるべく自分の写真がいいんですけども、顔出ししたくないっていう方は多いと思いますので、自分の顔じゃなくても大丈夫です。ただですね、すごい加工して全然わからない、本当にシルエットかなぐらいで、やっていた方が、やっぱ人物がちゃんとやってるという方がですね、信頼感が高まって、お客様も買っていただけると思いますので、できれば、人物の写真を載せていただきたいなと思います。例えば僕でしたらこういう感じなんですけども、これだとちょっと、めっちゃバレちゃいますんで、これで補正とかですね、こういう風にしてちょっと分からなくしてみたい。これだったら、分からない。誰だか分からない。でもこっちの方がやっぱり、こういう人がやってんだ、みたいな、多少の信頼感はやっぱ出ると思いますんで、変なわけ分かんない写真というよりは、自分の写真を加工して、分からないかな、ぐらいにしといた方がいいとは思います。で、ここで変更するっていう風に押すと、これで、プロフィールが完成ですね。で、先ほど言ってたんですけども、ここですね、先ほど言ってたんですけども、例えばこういうふうにですね、出品をしてこういうふうに見てると、ここに、1,2,7,4ってあると思うんですけども、これですね、さっき見えてるところ、題名のところですね、さっき、レディースファッション、その他もありっていうふうに、なっていた部分ですね。そこが、この1,2,7,4っていうふうに、普通の人が見るとこうなるわけです。なので、ここに、その他もあり矢印って書いてあると、ここを押したときに、ここにこういうふうに飛ぶわけですね。なので、ここをぜひ押していただきたいなと。押していただきたいじゃなくて、その他もありってここに表示されるようにしていただきたいと思いますので、あそこは注意してやってください。はい、それではメルカリの写真、タイトル、プロフィールについての設定方法を終わりたいと思います。ありがとうございました。